全く別のように見える2つの歯、実は同じ患者の歯です。こちらが噛み合わせや色が合っていない以前の歯、その後別の院で作り直したのがこの歯です。噛み合わせが合わない、いつの間にか歯が削られてしまったなど、歯科治療に関するトラブルは絶えません。今、入れ歯作りの現場で何が起きているのか取材しました。どうしても合わなくて5回目で作ってます。神奈川県に住むこの女性は、長年入れ歯が合わず悩んだ経験があります。私も最初作ってもらって合わない時、やっぱり食べると痛い、そしてこうと髪を抱いたところずれるの、歯がこうぐっとずれちゃったり外れちゃったり、それこそうつ病でもなりそうだった。これは都内に住む男性の入れ歯。やはりうまく口に合わず、7年前に総入れ歯にしてから46回歯科医院を変えたといいます。作った入れ歯は25セット、費用は合わせて 4,500万円に上ります。その歯を作っているのはほとんどの場合歯科技工士です。建築士や弁護士などと同じような国家資格で、歯科医師の依頼を受けて入れ歯や差し歯を作ります。歯科技工士の研修会、腕を上げようと毎回たくさんの技工士が集まってきます。しかしいくら技術を上げても収入に結びつかない、そんな悩みを抱える技工士は少なくありません。時給に換算してみたら、マクドナルドでアルバイトした方がいいんじゃないかとかそういう、ね、若い子たちも多いんで、やった分に見合う、その、ギャラがいただきたいということですね。技工料金に関しては、私が卒業して25年経つんですけども、卒業した時にやはり技工料金表みたいなものがありまして、その時から比べるとかなり、下がってますね。下手すると、半分近くにまで下がってるものもあると思います。東京都歯科技工士会の理事を務める加藤正史さん。加藤さんは、技工料金が安く歯の質が低下している背景には、歯科医療業界の中にマンションの耐震強度偽装問題に似た構造が潜んでいると考えています。かねてからその考え方をドッグフード理論と呼んでいます。ジュリちゃん、はい、このお金でポチのドッグフード買ってきてくれないかしら。はい、ポチか。あ、おいしそう、欲しいな。いらっしゃい。ドッグフードください。どれがいいかな。高いのから安いのまでいろいろあるけど。一番安いのください。この話を歯科医療に当てはめると、一番安いドッグフードを買った女の子が医者、餌を自分で買えない犬は患者にあたります。例えば保険で奥歯に銀歯を入れる場合、4450円と決まっています。ただでさえ低い保険点数であるにもかかわらず、歯科技工士に支払われるのは半額以下の2000円程度。最近は値引き合戦が進み、1500円で受けているケースさえあります。ドッグフードのお話で言えばですね、人間はドッグフードは食べない、自分の食べないものは安いものを買ってしまうという心理が、この業界の構造上起きるっていうのに、気がついたと。歯科医の経営ですとか、そういう都合で選ばれてしまっているという意味では、非常に
患者さんにとっては、まあ、不利益なことがずっと起きているというのは業界の中にいると非常に感じる大きな問題だと思っています。都内で技工所を経営する歯科技工士の金子克美さん、毎日朝6時には仕事に取り掛かります。二人の技工士を雇っているものの、最近は夜遅くまで仕事をする日が増えました。技工料金が下がっているため、仕事量を増やさざるを得ないのです。三人で作る歯の数は平均で1日60個から70個、多い日で130個から140個に上ります。さっきの言った本当に1本あたりの単価が安すぎると思うんですよ、うん、もうちょっと単価があれば、うん、もっと時間かけて、うん、遅い子でも女でも生活できるような、うん、かといってドクターが悪いかって言ったら悪くはないと思うんですよ俺は、うん、ドクターにも生活もかかってるし。銀歯や刺し歯のことを専門用語で補鉄物と呼びます。たとえ小さな銀歯のようなものでも全て手作り。歯科医師が取った歯型から石膏模型を作り歯を完成させる工程は緻密で手間のかかる作業の連続です。一番ショックだったのは、ぶっちゃけて言っちゃうけど、子供に言われたのが一番ショックでしたね。どんなこと？お父さんの仕事は違う、やりたくないって。あ、そう。少し心配そうなのかもしれないけど、朝早く、夜夜中までやって、家族とのね、コミュニケーションも少ないから、下手したら土日やるわけじゃないですか、うん、普通の人が休んでる時に、うん、そうだな。魅力がないのかなっていう、この商売、そういう子供にもそういう風に映るっていうことは、うん、でもその安くしても仕事を取りたいって気持ちも分かるんですよ、うん、生活かかってるから、うん、もう綺麗事だけで、うん、行かないっていうのも分かってる。もし8時間労働でさ、うん、今の料金で終わったらどう？変なこと言っていいですか？どうぞ。俺バイトします。ああ。多分、うん、無理でしょう、うん、今の料金体制であればね、うん、これがこの先どうなるかわかんないですけど、うん、体制がもっと良くなれば、うん、こんなのもたらか先生に見せられないっす。いやいや、何やってんのお前って言われちゃいます。そんなことないやん。いや本当ですよ。いやそんなことないって。いや本当に。
夜10時半、ようやく仕事を終え、これから納品です。金子さんが向かったのは、宅配サービス営業所。しかし、これで終わりではありません。お疲れ様。お疲れ様です。じゃあ、これから行きます。移行者としての喜びってどういうところで今感じる部分があるの？本当に良かったって言われるのが一番、どんな先生にもそうだけど良かったって、患者が満足して帰ってよって言われるのが一番、それが一番のご褒美かもしれない。お金よりも、その一言が言ってくれる先生がたまたま多いからやってないのかもしれない。うちの得意さに関して本当今日は最後までありがとうございます。とんでもないです。お役に立てなくて、いやいや、だまた、またいつか、ね、近いうち。わかりました。じゃどうもお疲れ様。ありがとうございました。どうも失礼します。厳しい現実がある一方で、患者本位の歯科医療を実現させようと努力している歯科医師もいます。世田谷区で開業している滑田義則さん。滑田さんの医院では、歯の色や形を取るときには直接歯科技工士が立ち会うシステムを導入しています。しかも技工士はその技術が国内外で高く評価されている小田中康弘さん。金子さんも師と仰いでいるその人です。友達関係を見てますと、腕が悪いわけではないんですよ。ですけども、まず値段から、クオリティからではなくて、まず値段からどうのこうのと、隣の技工士の料金と自分その突き比べられてですね、このくらい隣はこれぐらいやってるんだから、せめてこれと同じにしようと、そうしていくとどん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 クオリティを下げざるを得ないと、そして生きていくためにはそれもやらざるを得ないっていうのがどうしても現状みたいなんですね。技工士っていうのはブランド品を作ってるっていう気持ちはあるわけですよ。いいブランド品っていうのはメンテナンスをやっぱりこうしっかりするわけじゃないですか。患者さんがですね、今まで着付けの歯科医のどうだったかとかですね、そういうことも考えてみるのも一つの方法かなとは思いますけども。問題点は山積みで、まあ、ちゃんと やればそれが報われるっていうような環境にはなってないと。経年的な患者さんの口腔内で持つ期間とか、そういうことも勘案して、考えていかないと、それは歯医者のですね、底上げもできないし、ただ入れればいいっていうような時代錯誤がまだどっかにありますから、入れてきれいでも全然ダメですね。入れてきれいで長持ちしなきゃもう何の話にもなりませんから、ともかく終局は長持ちですね。でそこをもっとベースに、医療の枠組みができてこなければ、もう何をやってもどっかで、抜け道で抜ける人間が出てきてですね、またいつまでたっても良くならないと。歯科技工の分野で先進的な国ドイツ、そこで初めて歯科技工士のマイスターの称号を取った大畑和成さんです。大畑さんがドイツで感じたのは、日本との大きな制度の差でした。ドイツでは技工士も歯科医と対等な立場にあり、患者に対して品質管理表を提出することが義務付けられています。専門的に言えば、鉄物を作る場合ですね。
そういうふうに至った場合は一番最初に保険組合からの承認を受けなきゃいけないっていうのがあります。で、まあ、その承認を受けるためには技工所のその見積書を添えて一応診療計画書と一緒に出さなきゃいけないんですね。本当にやっぱどこの技工所がどの患者さんのどういうその補鉄物をどういうふうに作るかですね。それがやっぱり、不透明ではいけないと思うんですね。大畑さんは6年前にドイツから帰国、東京に技工所を開きました。最初にぶつかった壁は歯型が取れていない模型が歯科医院から届くことでした。補鉄物と歯の境目ですね。この部分が出てないのに仕事を進めるっていうのはこれはちょっとできない話であって、歯科医師の先生方にもこれはちょっとできませんからっていう。でまあそれでどんどん仕事減ったんですけどドイツでは当たり前だったことをしたことがきっかけで仕事が来なくなった大畑さん。しかし現在は意識の高い歯科医師と巡り合い、納得のできる仕事ができるようになりました。日本は医療にお金をかけないという部分があるから、ドイツの約10分の1の点数ですんで、やっぱ10分の1 の時間でやらなきゃいけないそうしたら満足の治療診療ができるかどうかっていうのは果たして疑問ですよね。制度を変えていくようなやはり動きがないと、知らないうちにこの歯科業界っていうのはだんだん国民に対してこう不利益をもう大きく与える状態になってくると思います。歯科技工士の金子さん、春分の日に5時間ほど休みが取れました。久しぶり、2ヶ月以上あれですね、もう子供と遊ぶって。本当はまだ俺なんかいい方だったんですよ。もっと、仕事がない人はもっと大変な思いして、コストを安くしてやってる人いっぱいいるから、そんなのに比べたらまだまだ甘いのかな。